クリプテリアは、ドイツ出身のシンフォニックパワーメタル、ゴシックメタルバンド。ヘビメタルをもとに、グレゴリオ聖歌の合唱を組み合わせるなど、独自のドラマティックな楽曲を演奏している。2004年より参加した、リードボーカリストが在独韓国人2世だったことが、韓国で話題になった。クリス・シーモンズと S.C. クシュネルスを中心に2001年に結成。フランク・ストゥームホールを迎えて、活動開始した当初は、多数のボーカリストが参加したミュージカル型のアルバムを制作するプロジェクトだった。この編成でデビューアルバムクリプテリアを発表し2万枚を売り上げる。その1年後に発生したインド洋ウツ波のためテレビ局 RTL からベネフィットソング制作を依頼され、ジーン・チョウが歌って完成した曲リベラシオは15万枚を売り上げてゴールドディスクになった。バンドはこの成功を受けて、彼女を専任ボーカリストとすることを決めた。バンドの公式な歴史としてはこの年をバンドの始まりとしている。バンド編成が固まったクリプテリアは、シンフォニックメタルの要素も取り入れたアルバム、インメディアスレスを発表。チョウの祖国である韓国でも大いに売り出され、シングル、ビクトリアムスプリマスはチャート1位のヒットになった。2006年に発表した EP、エボリューションプリンシプルを挟み、初めて英語題を付けられた、ブラッドエンジェルズくらいを2007年に発表。パワーメタル系の作風になった今作は、過去最高のヒットになっている。2012年に活動停止。クリプテリア版ディンフォー。クリプテリアコピーライト。2007年7月25日閲覧。炭鉱員の娘、ロックでドイツを揺らす。チョスンオンライン。朝鮮日報、JNS、2007年7月25日閲覧。ありがとうございます。